人工知能研究センターの村川正弘です。本日は人工知能を用いた打音検査で点検漏れを防止するシステムを開発について解説します。近年インフラ構造物の老朽化が進み、国土交通省により橋梁などの総点検が打ち出され、インフラの点検需要は急増する見通しとなっています。そこで私たちはインフラ構造物の打音検査を AI でアシストし、異常度マップを自動生成するシステムを開発しました。このシステムは計測ユニットと AI を搭載するタブレット端末、異常を通知する携帯デバイスの3つからなります。計測ユニットには打音を取得するための音響センサと打撃位置を計測するためのセンサが組み込まれています。この2つのセンサで打音と打撃位置の情報を同時に計測して、その情報をもとにタブレットに搭載された AI が異常のあるなしをリアルタイムに判定します。検査モードが終了すると、これまで取得した打撃位置と打音の異常を統合した異常度マップを自動生成します。従来は点検員の感覚に依存していた異常の聞き分けを AI が学習した正常な打音からどの程度異なろうとかを定量的に解析し可視化します。検査終了直後にマップ化するため、打撃漏れなどもその場で確認し追加点検できます。さらにこの異常度マップは異常箇所の補修補強設計にも応用できます。このシステムの開発により、非熟練者でも社会インフラの打音検査が行えることが期待されます。今後は実用化開発と実構造物での実証試験を重ねていきます。